高タンパク質食品の例として、豆腐、乳製品、魚、肉がある。高タンパク質食は、脂質や炭水化物の消費量が少ない食事を指す。カロリーを制限しなかったり脂質を含んだりする、可能性がある、低炭水化物食とは異なる。高タンパク質食の食品の例には、赤身の牛肉、鶏肉、鶏肉、豚肉、鮭とマグロ、卵、 および大豆が含まれる。毎日のタンパク質消費量が総エネルギー摂取量の15%を超える場合、食事は高タンパク質とみなされる。栄養学者はこの食事は不健康でバランスの悪いものと説明している。他のカロリー源の摂取不足を伴った極端なタンパク質摂取はタンパク質中毒として知られる代謝障害を引き起こして死亡する可能性がある。 他のカロリー源を摂取する場合でも、1日あたり2 8 5ムを超えるタンパク質を消費することは安全でない可能性がある。慢性疾患の発症におけるより適度で、長期的な高タンパク質摂取の影響に関する証拠は、比較的少ない。腎臓への負荷の増加は、塩化ナトリウムの再吸収が増加した結果である。これにより、 尿細管子宮体フィードバックの感度が低下した結果、子宮体ろ過率が増加する。これにより、子宮体毛細血管の圧力が増加する。さらに別の人疾患にも罹患すると、永続的な人障害を引き起こす可能性がある。ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンの2017年のレビューペーパーは、高タンパク質食が、 慢性腎疾患を含む腎障害の障害リスクの一因となる可能性があることを示唆している。豆か植物とナッツには食肉に欠けている食物繊維が含まれている。運動トレーニング中、特に筋肉量と筋力を伸ばそうとする場合に、タンパク質の摂取量を増やすことは有益であるが、1日あたり体重の2倍を超える量のタンパク質を摂取することが、 効果的とする証拠はほとんどない。ありがとうございます。